新天地イエス教明の幕屋聖殿は、韓国のキリスト教の土壌から発生した新宗教団体である。別名、新天地イエス教会とも略される。新天地教団は1984年3月14日に創設され、その教祖でもある、リーチマンヒロシが最短のキリストであるとし、イマンヒは決して肉体的な死を迎えないという教説によって知られ、 伝統的なキリスト教系教団からは、統一教会や設理と同様の異端であるとされている。総会本部は、慶喜堂香川市に所在する。なお、新天地という名称は、ヨハネの目視録十一章一節の、新しい点と、新しい地から取ったもので、イエス教は、新天地教会の教師は、イエスという意味が含まれ、証拠幕や聖殿は、 ヨハネの目視録15章5節の赤子の幕屋の聖書から取ったものだという。新天地エス教赤子の幕屋聖殿には2008年時点において全世界に95の教会が設立され、信徒数は20万人を超えている。最も韓国で勢いを増すキリスト教団であると世界からも注目されている。各地域を教区と同じ概念である支派に分け、 支派も十二死との名前から取り、全部で十二部族という概念でがある。地域別には、首都圏に5カ所、峰南、チェジュに3カ所、コナンに2カ所、カンボンドと中西道にそれぞれ一つずつ支派が存在する。海外にも勢力は広がり特にここ数年で倍以上に浸透数が増加した。だが、新型コロナウイルスの感染の広がりに際し、 以下のような報道がなされている。すなわち、従来ホームページでは、韓国国外でのアメリカの首都ワシントン DC、ウガンダ、イギリス、中国の内モンゴル自治区、湖北省武漢市に協会を設立したとしてきたが、感染が広まると、武漢に関する記述を削除し、中国当局が数年前から閉鎖したため、布教活動と協会運営は全くない。中国に行くこともできないし、 武漢から入ってきた人もいない、と主張している、との報道である。日本では東京都新宿区早稲田鶴巻町をはじめ、複数の拠点を設けて活動している。2020年3月26日、韓国のソウル市は、新天地教団を反社会的勢力とみなし、新天地 S 教赤市の幕屋聖殿の法人としての設立許可を取り消した。新天地教会では、 聖書の予言のお言葉は必ず成し遂げられる時があり、それが成し遂げられた時に信じる、信仰人になるべきだと説いている。聖書のお言葉も安易に人の考えで解釈してはならず、それが聖書に基づくものなのかどうか、聖書の歴史から予言まで66巻を進学過程で教えている。そこで強調されるのはお言葉のある場所に神様がおられ、 お言葉を持つ者に神様は共にされるということだ。そして、お言葉も、教訓的なお言葉もあるが、時にならなければわからない、予言のお言葉もあり、今まさに、その予言が成し遂げられる時であると教えている。例えば、旧約のエレム三31章の予言は、新約聖書またい13章で成就され、ここで天の蔵に良い麦が集められる。 予言の内容も目視録十四章を使いが釜を持って発シをンさんに集めることで成就する内容などを教える。これら新約の予言もすべて成し遂げられた時にまたイ六章の主の祈りにもある。天でなされたように地でもなされるというお言葉が成就し、千年の間万国を癒す働きが始まる。一方、このシオンさんがヨハネの目視録十一章にある 新しい天と、新しい地すなわち新天地であり、この場所に、霊界の天国である聖なると、新しいエルサレムが、天から下ってくることで、神様も共にし、死や、悲しみや苦しみのない天国がこの地上に成就し、神様の創造の目的が完成するのだと新天地は、主張している。また、ヨハネ福音書14章で、イエスが約束した、もう一人の助け主すなわち、 真理の五霊とは、マタイの二十四章の忠実な資料深いしもべであり、彼こそ神に選ばれたイエスの代言者としてイエスが、天の精霊を使わし刑事のお言葉を唯一知らせるものであり、神とイエスから審判する権威も、万国を治める権威も受けるようになるという。そして、イエスの代言者である忠実な資料深いしもべを通して、与えられる食物、 によって霊が生きることができると主張する。韓国発祥のキリスト教系新宗教の霊に漏れず、黙白く7章2節に登場する、日の出る方は、韓国であると主張し、韓国こそが地上天国であり、教祖こそが最短のキリストであるとしている。ただし、教団側は、厳然として教団名に、イエス教という言葉を入れ、 聖殿の教主がイエスであることを明確にしているとし、私たちの信者は誰もイマンヒ総会長を救世主とは言っておらず、個人の主張に過ぎないのですと教祖の深刻化を否定している。韓国のカトリック教会からは神様の教会世界、福音宣教協会、喜びのニュース宣教会と共に、異端三大勢力と評されており、伝道手法にも問題があるとして警戒する声が上がっている。 2000年以前は最も警戒する対象は統一教会であったが、近年では新天地へと変化している。特にカリーレアと呼ばれる神道一般教会に送り込み、牧師の不正などをでっち上げて仲間割れを引き起こし、牧師を追い出して、教会を乗っ取ると既存のキリスト教団は主張している。韓国のキリスト教会では、規制教会乗っ取り教団と言われており、数年前から、 日本の九州地方や首都圏でも教団の活動が活発化しているという。また、信者の家で離婚、学業放棄が多発しており、韓国社会で最も大きな社会問題の一つとなっている。さらには、エホバの証人や神様の教会世界、福音宣教,教会などの他のキリスト教系の宗教を語って勧誘するケースもあるという。新天地教団が、 一端死されても信者を増やす理由としてハンギョレのインタビューを受けたカトリック司祭は本当の原因は韓国が互いに信頼し合う社会を作れていないことと答えたこのインタビューでは若者たちは指導者の李一万マヒロシを信仰しているわけではないが濃密な人間関係を持つ新天地にいることが心地よいからこそ信者となるのだと指摘している韓国の若者は 将来に絶望しており、だからこそ、来世の希望を説く新天地教団の教えに惹かれるのだ、という。そして、新天地教団をなくすためには、失敗が夢の終わりを意味しない社会、喜びが信仰に見出される社会、人々が温かく抱き合う社会を構築する必要があるとしている。閉鎖された、教会入り口に貼られた注意書き2020年2月20日、韓国当局は、 新天地協会が韓国国内における新型コロナウイルスの集団感染源になっていると発表した。これは同日の時点で新たに確認された53件の症例のうち30名が同協会の信者であったためである。新天地協会関係者の間で集団感染が起きた要因として全国各地を渡り歩いて礼拝を行う習慣があるため感染源とされている。 新天地テグ教会を訪問した信者が、その後、各地の新天地教会を訪問して、感染を拡大させたこと、密閉された空間で、多くの信者が密接する状態で礼拝をする、ことなどが指摘されている。また、他のキリスト教団から異端視されていることから、信者は親族にも自身が、新天地信者であることを秘密にしており、教団側も、差別を理由に、 信者名簿の提供に非協力的であり、このような教団の体質が事態を悪化させたとされている。2月21日には、僕現準ソウル市市長が、教会に対して、集団礼拝の禁止や、施設の閉鎖命令を出し、各地方自治体もこれに続いた。これに対して創立者でもある、伊総会長が、信者に向けた特別メッセージで、 今回の病魔事件は新天地が急成長したことを悪魔が見てこれを阻止しようと起こした悪魔の仕業なのですと主張した。2020年2月27日、韓国内でか、2020年3月2日、軽機動、貨幣群にある同教団の施設において、騒動後初めて伊送会長が姿を現し国民に向けて謝罪したが、その際に、 僕、クネ前大統領の署名と聖画台を象徴する法王が入った記念腕時計を身につけており、韓国政界でも物議となった。2020年3月5日、新型コロナウイルス対策のために、社会福祉共同募金会に120億本を寄付したと発表した。この金額は、韓国最大のメガチャーチである、南寺島純福音協会が寄付した10億本の、 実に10倍にあたり、同教団の財政力と組織力の大きさを見せつけた。しかし、社会福祉共同募金会に受け取りを拒否されたため、教団に全額返金された。ただし、これら新天地教団への批判は、新型コロナウイルスの流行の原因すべてを教団に押し付けている動きであるとの批判もある。ソウル市の牧師長が、 新天地ス教の指導部を殺人容疑で告発したことについてアメリカのニューヨークタイムズは牧師長のこの告発を単なる章であると痛烈に批判しマスコミの注目を集めるために計画されたことと指摘した。また牧師長は3月11日にソウル市内のコールセンターで集団感染が発生した際にもここに勤めていたものの中に 新天地教団の信者が5人いたことを発表し、この5人が陰性であったにもかかわらず、あらゆる手段を総動員してでも、最後まで新天地教の責任を追求すると新天地教団の責任について言及した。この北市長の発言について、未来統合党は、ソウル市長本人が責任を負うべき、集団感染の領域を新天地に押し付ける準備を始めていると、 牧師長を通列に批判した。2020年3月26日、新型コロナウイルスの流行をめぐって、教団の対応が問題視される中、ソウル市の牧師長は、教団の伝道方法について教団が、暴力伝道と偽装不況など、違法伝道を続けたことを理由として、ソウル市に存在する、新天地イエス教赤市の幕屋聖伝教宣教会に、大使設立許可の取り消しを行った。 この行政処分により、当該協会は、法人格を喪失したたちに生存手続きに入ることとなった。8月1日、感染症予防法違反などの疑いで今イ井イヒが逮捕される。信者の名簿や集会場所などを、貿易当局に正確に報告せず、貿易活動を妨害した疑い。ありがとうございます。